トゥフランクでした。次も初出場の選手です。18歳の選手、ドイツのナタリー・バインツェールです。この選手もジュニアと掛け持ちという選手なんですが、世界ジュニアでは10位という成績を取っています。でその前に出場したヨーロピアンでは1桁9位という成績を取っているドイツの若手のホープです。この大会ショートプログラムは24位ギリギリで、そうですね、やっぱりフリースケーティングに残りました。ミスがあるとね、ショートプログラムはもう厳しいですよね、はい、曲はハバリー、最初はトリプルルッツ、これはきちんと決めてきましたね。これはプラス評価になりますね、はい。ダブルアクセルからトリプルトーループ、頑張りました。トリプルルッツ、体が流れてしまいましたね。転倒ですからコンビネーションのはずですからね。じゃあ全然なありませんけどね。トリプルサルコからダブルトーループ、ダブルトーループの3連続。
出場ドイツの選手ナタリー・バインツヤグでした。力的にはですね、6種類のトリプルジャンプを飛べる力を持っている選手ですよね、はい、でプログラム的にも今ループだけがダブルになりましたけれども、まあ、一応5種類のジャンプを飛んでますよね、はい、ただ残念だなと思うのはですね、まあ、最後のスピンなんかでもですね、やっぱりもうちょっときちんとやればレベルも取れるのにっていうね、まあでもレベル的に言うとレベル4がエレバックスピンがレベル4のスピンだと思うんですが、それ以外のところは4が取れない部分ですよね、もうちょっともうちょっとっていうところなんですよね。それも時間がなかったのかなという感じもしましたけど、 そ、ね、はいはい、それとコレオシークエンスのところでですね、やっぱ最初にスパイラルのポジションに入った時にそのスケートのフリーレグのところをですね、すって持てないためにちょっと、ね、バランスを崩してましたね、はい、そうするとどうしてもコレオシークエンスはレベルは1って決まってますけども、 GOE の方でジャッジの方はですね、やっぱマイナスになってしまう。本当はですね、女性としてはプラスが取れるステップのはずなんですよね、それがマイナスになったらちょっと惜しいですね。ちょうどジャッジ席の目の前だったんですよね。そうなんですよね、そこでちゃったんですよね、はいはい、まあ、全体力はね、かなりレベルの高いものを持ってますけど、はい、もうなんかちょっと精一杯っていう感じになってますよね。ジュニアとの掛け持ちはそんなに難しくはないと言っています。で今年はシニアを中心にプログラムを作っていたので、はい、世界ジュニアの方がむしろ難しかったという話をしていたバインツェアルです。でショートプログラムはキムヨナと同じウォームアップグループだったということで、ただそれは特別なことではなくて、ドルトムントの大会でも同じグループで滑走したので、ただ彼女は他のグレートスケーターとちょっと格が違う感じがしましたという話をしていたので、まあ、そうでしょうね。なんていうんですかね、やっぱり6つのジャンプが飛べる力があるっていう部分はとても素晴らしいことだと思うんですね、はい、でそれがもう一つ質的な部分できちんとなってくると楽しみな部分があるんですけどね。ですからプログラム的には今もう持ってるものをやるのがこなすのが精一杯っていう感じで、5コンポーネンツの部分ではね、もう一つ伸びないんでしょうね。そうなんですね。でルッツジャンプ2つ目で転倒がありました。ディダクション1です。 94.34 です。トータルで 142.48、 滑った中での第2位です。初出場ドイツのナタリー・バインツェアルでした。